試合に先立ちまして公式戦山形県のミスさくらんぼ、ミスあやめ、ミスバラの女王、ミスコマの女王から日本テレビ山形放送番組スポンサーの花束が今贈られました。そして放送席、試合を終わりましたジャイアント馬場さんをお迎えしました。よろしくどうぞお願いします。まずハーリーレースチームジェシーバーの紹介。さあ常に攻撃攻撃のパターン、ミスタープロレスハーリーレース。リーグ戦素晴らしい働きです安吉明。右膝に爆弾を抱えておりますけれども、サポーターをつけておりません。元気いっぱい長州力。勝負の方は30分の一本勝負であります。大変な人気カードを迎えました山形県体育館。山田さん、はい、この山形県というのはこのプロレス熱が非常に盛んで、お客さんももう非常にいいムードになってますね。そうですね、大変にね、寒いんですが、はい、会場の中は熱気がムンムンするぐらい、お客さんがエキサイトしてますね。そうですね、今試合終わったばかりのジャイアント馬場選手、お疲れのところすいません、どうぞよろしく解説の方お願いします。はい、よろしく。はい、馬場選手にも登場していただきました。さあ世界最強タッグ決定リーグ戦、今年85年の世界で最も強いタッグチームを決める祭典、いよいよ終盤戦、いいカード始まりました。おっとチームリーダー同士が出てまいりました。相手はハーリーレース、そして長州力であります。山田さん、はい、ハーリーレース組は勝ち点2点で優勝の望みはないんですけれども、この組み合わせレースは特に長州力を意識してますよね。そうですね、やはりプロレス界の大ベテランだけに、はい、長州何するものぞという気持ちは持ってるでしょう。バックドロップの応酬だ。まずは長州力の鋭いバックドロップ。やっぱりね、長州選手のような、はい、このパワーの突進型ですね、こういうタイプをいなすのはハリーレースはベテランだけに非常にうまいですからね。これはやっぱりね、長州選手としては用心しなきゃダメでしょうね。そうですか、ジャイアント馬場さん、はい、ハーリーレースの気持ちを考えますと、公式戦の優勝の望みは絶たれたので、徹底して長州力マークに行きますかね。そうでしょうね、このね、バーもね、非常に一人でやるとねすごく強いんですよね、はい、なんかまだチームワークはちょっと良くないみたいなんですよね。さあ今馬場さん発言のハーリーレースからジェシーバーへのつなぎであります。ジェシーバーと長州力の対決になってまいりました。何しろ公式戦、ここまでの得点経過をざっとご案内いたしますと、現在単独トップチームはハンセンデビュアス組6点、ジャンボ鶴田天竜組が5点、キッドスミスが5点、長州八組4点、そして放送席のジャイアント馬場、ドリーファンクジュニア組4点、木村原組4点という経過でございます。いよいよ終盤戦、馬場さん、あれよあれよという間に終盤戦ですね。そうですね、今日ね、これ長州たちが勝つとね、はい、割合にいいとこ行くと思うんですよね。今日勝てば6点でトップチームのハンセンデビュアスと並ぶわけですね、はい、山田さん、まあね、長州八つ組としてはキッドスミス組にね、痛恨の反則負けがありましたね、後楽園大会。これが痛いですね。本当ですね、ですからやっぱりスコアが今伸び悩んでたのもそこに原因があるんですが、はい、もうそれだけに今日となんとしても負けられないという気持ちでね、いるでしょうね。そうですね、ただあんまりそういう気持ちで入り込んじゃうと逆に裏をかかれてしまうという心配がありますので難しいですね。長州軍団は八津義明が勝負を進めておりますが、これまでの展開を見てますと、馬場さん、パートナーの八津義明の急成長ぶりというのは非常に変えると思うんですが、どうですか。そうですね、もう本当にね、長州とのコンビネーションがね非常にいいんですよね、はい、一人一人の技よりも二人でその合わせた技の方がね、大きなそのダメージを与えますしね、その非常にチームワークが良くてコンビネーションが良くて、その技がねいいんですよね、二人のチーム、はい、二人で組んだ技がですね、一人一人で出す技よりもね。長州八津組、ここまで4戦して4点、残り公式戦は今夜のレースバー、それからニック・ヘニング組を残しておりますけれども、なんと言いましても最終戦で当たるチームがスタンハンセン・テッド・デビアスであります。これですよね、山田さん、大きな山はね。そうですね、文字通り優勝戦ですね、これはね、ただ今日の試合を含めてね、はい、全部で3つ残してるというのは、かなり大きな可能性を秘めてると、はい、いうことですよね。なるほど、ジェシーバーを一旦場外に送り出しました。八津義明が燃えてまいりました。さあしかしこの新鋭のジェシーバーもなかなかふてぶたしい選手だ。
さあエプロンからおっとブレンバスターを持っていくのか、うまくブレンバスターを切り返したが、そのまま体を預けるジェシーバ、カウント1が入りました。いいペースを取ります。今夜のジェシーバーも、ね、本当にどんどん調子を上げてきてますね。調子上げてきてますね、はい、確かにね、スタートの頃はねちょっと動きがあれだなと思ってたんですが、はい、今日あたりも実にいい動きしてますね。ババさん、来年の話をすると鬼が笑うかもしれませんが、来年度このジェシーバーは全日本プロレスもう一度やってきてもいい選手ですよね。そうですね、もうアメリカでもね、はい、もう本当にいいところへ来ていますからね、うん。さあ今度は親分のハーリーレースが登場してまいりました。ハーリーレース、まあ、世界チャンピオンとして過去7度も頂点に立った、その意地をおそらく今夜の公式戦でも見せるのではないでしょうか。山田さん、ハーリーレースは当然この男、長州力との一騎打ちを望んでますね。そうですね、やっぱりレースはね、最初のスタートはね遅いんですが、一旦演技に火がついちゃうとやりますからね、はい。さあそれに応えまして長州力が飛び込んでまいりました。さあ思い切ってストンピング打ちまくります。長州力の黒いトランクスが踊ります。さあ背中越しに攻め込んでおります。長州力、馬場さん、長州組との対決は公式戦終わりましたけれども、長州力のこのウエスタン、いや、力ラリアットの感じはどうでしたか。そうですね、ハンセンにやられてますんでね、まあ、そういう意味ではね、あの跳ね返りがね呪いと余計効かないんですよね。ははは、そういう意味では僕なんか帰ってくる、ロープに飛ばされて帰ってくるのは呪いですからね、そうダメージは受けないんですよね。馬場さん、今サソリ固めの体勢に入っておりますけれども、馬場さんは長州力のサソリ固めは受けなかったそうですね。そうですね、まあ、割合に、ね、こう足に力を入れておくとね、はい、まあ、僕 の、 あの体の幅が広いもんですからね、長州も回りづらかったんだろうと思うんですが、まあ、この話題の長州力はジャイアント馬場戦初対決が終わったわけですけれども、試合の後長州はジャイアント馬場という偉大な名前に単独負けしたというふうにはっきり言っておりました。それから足の力というのは、山田さん、今までこの長州力が戦った中でナンバーワンだということを言ってますね。あ、そう言ってましたね、やはりね、あの 大きいとか長いとかというものはなかなか実際に体験して攻めてみなければ、はい、どれほど強いか分からなかったわけですよね、それが実際にやってみて、まあ、あの難攻不落で攻めきれなかったという実感ですよね、はい、そうですね。さあ今度は長州力から八津義明、ハーリーレースの足の動きを止めようという作戦、長州力がそれぞれ作戦を八津義明に託しています。さあ両選手です。リングの今度は赤い三角状、これはハーリーレースチーム、今度はブルーの三角状、これは長州力チーム。いや今ね、安選手が危なく固められそうになったんですね、はい、ああいうところはやっぱりレースはさりげなくね、ちょっと入り込みますね、はいはい。まあ、しかしこのリーグ戦に入りまして長州八津のコンビが、完璧なチームワークを完成させています。さあ今夜ハーリーレース、ジェシーバーも非常に、粘りっこいレスリングを見せておりますが、何しろ公式戦もう一度ご案内いたしますと、この長州八津チーム今夜は勝ち点2をもぎ取って最終の日本武道館優勝戦、絶対につながなくてはいけません。その相手がテッド・デビアス、スタン・ハンセンチーム。この優勝戦を山田さん、そろそろ占ってもらいたいと思うんですけども、ものすごい過激なレスリングになるでしょうね。そうですね、まあ、とにかくね、今のところまだあの上位チーム非常にあの混沌としていてですね、なかなか売れない、あの占えないんですが、はい、とにかくあの南戦組とね長州組との試合というのはね、もう今考えるだけでもゾクゾクするぐらいね、スリリングなね試合になることはもう間違いないでしょうね。そうですね。さあ力のありますジェシーバーがボディーリフトで八津義明を持ち上げて、そのまま殺人ホイップで取りました。さあすかさず長州力が出てまいりました。長州力の黒いトランクス、八津義明も非常に粘りっこいレスリングを見せておりますが、さあここでミスタープロレスハーリーレイス登場。まだまだ若造には負けないぞと、そういうような気概であります。右の肩に乗せました。これはもうあの長州たちもちょっと押され気味ですよね。押され気味ですね、やっぱりね、いつものね、あの自分たちのコーナーである二人がかりの技なんてのはまだ全然出てこないですからね、はい、出せないんでしょうね。そうですね、そういう意味でね、このバーがね非常にその日本へ始めた時からこの2週間ですけどもね、非常に上手くなってるんですね、はい、たった2週間のうちにね、随分もう日本慣れしたっていうかね、相手慣れしたって言いますかね、非常にもう上手くなってます、はい、画面では
次週の放送、日本武道館の優勝戦のカードをご案内しています。さあ動きが速くなってまいりました。ハリーレースが場外に送り出されました。八代志明深追いしません。長州力がリングの中で待ち受ける。場外がハリーレースだ。おっと長州力も今エプロンに立った。ジェシーバーも場外にいます。激しい戦い模様を呈してまいりました。さあ足を引っ張る、ここエプロンに出てきた長州力がちょっとミスじゃないでしょうかね。山田さん、リングの中で堂々と待ってればよかったんですがね。そうですね、あの相当ラフになってますね、鉄球にぶつけて、それからあの新聞記者席の椅子机にもぶつけたみたいですね。いち早く長州力がリングの中央に立ちました。なんとしても今日はレース番組を打ち破って2点6点をもぎ取りたいという長州力、八代志明、冷静に試合を進めてはおりますけれども、さあ長州力がこの後どういう風な流れを作ってまいりますか。相手はハリーレイスだ。この春からこの2人に因縁が持ち上がりました。元世界チャンピオンのハリーレイス、ぐーっと今年成長してまいりました長州力に一泡吹かせたいところでありましょう。貫禄ではやや劣ります。長州力うまく飛ばした。今度はなジャンピング2だ。ジャンピング2パット、正面からの攻撃であります。うまい攻めを見せました。馬場さん、はい、非常にハリーレースは長州力の直線型のこの攻撃を止めてますね。そうですね、もうハリーレースはねもう百戦錬磨ですからね、そのどういう相手でももうどうにでもいなしますからね。今度は長州力から八津吉明のタッチであります。さあ八津もこのリーグ戦で大きく大きく成長しました。ブルドッキングヘッドロックを元世界チャンピオンに打つ。馬場さん、今のブルドッキングヘッドロックはどうですか。いやあんまりあのなんまだ聞いてないですね。そうですか、やっぱりこれはねこういう大技をあの何発もやらなきゃいけないですね、はい、今度はグランドでの展開、ね、グランドでの展開にも連れ込みます八津吉明。このグランドでの展開というのは山田さん、まあ、アマチュアレスリングの経験豊富な八津としては世界チャンピオンをキリキリ前させる実力は持ってるでしょうね。そうですね、あの今非常にうまく固めてますけれども、はい、あれは背中をつけるように逆十字固めを持っていきたいんでしょうが、レースは頑張ってますね、はい、世界最強タッグ決定リーグ戦、いよいよ終盤戦の山形大会、両チーム現在もう一度得点を申し上げますと、長州力八津吉明チームが4点、ハーリーレースジェシーバーが2点。さあ長州力八津吉明が最終日本武道館優勝戦へ優勝の可能性を秘めて突入するためには今夜絶対に勝ち点2点をもぎ取らなくてはなりません。馬場さん、それからこの八津吉明長州力チーム86年ですけれども、86年になりますとやはりハンセンデビアスの世界タッグ、あるいはまた鶴田天竜のインタータッグのチャレンジャーとしてもう十分な資格を持っていると見ていいですか。そうですね、もうね、次の大会にはですね、ジャンボ天竜のですねインターナショナルに、挑戦するということがほぼ内定してますよ、ね、そうですか、はい、そうですか。山さん、86年もこの鶴竜とやはりこの長州安チームの戦いが続きますね。そうですね、それにしてもね今日はあのむしろ安選手の方がねレースを意識せずにのびのびとやってますね。そうなんですね、さあ再びジェシーバーが出てまいりました。さあ何しろパワフルです、怪力であります。そのまま落としました、そのまま落としました。ファイルドライバー、長州力間に合うか。八津吉明がどうやら山田さんターゲットにされてるんですかね。あのさっきからね狙われてますけれどもね、はい、よく頑張ってますよね。しかし粘りが出てまいりました。この85年の世界最強タッグ決定リーグ戦、さあうまくフロントで捕まえておいてハリーレースが待ってるぞ。あ、ダイビングラリアットだ。これを多く使います、ダイビングラリアット。それにしても長州力の力ラリアットはどこ行ったんでしょうか。全く出しておりません。サソリの姿勢を1回見せただけ。さあフロント合戦、フロント合戦、さあフロントスープレックス、フロントスープレックス、ジェシーバー、この流れは八津吉明の得意な姿勢ですけれども、もう1回フロントのスープレックスを見せるかどうか。さあ手を入れ替えた、手を入れ替えた。さあワンダースープレックスで切り返したい八津吉明。しかしあっと潰します、力で潰します。ジェシーバー、もう優勝の望みはないだけに、ここで日本のファンに俺が強いんだという印象を植え付けたい、そういう感じで攻め込んでいます。ジェシーバーです。もう一回八津吉明を持っていきました。ブロックバスター、ブロックバスター、激しく当たります。長州力がカット、そしてハリーレースが出てくるところカット。さあ再び八津吉明とジェシーバーの対決になっております。ここは長州たちのチャンスですね。チャンスですか、はい、初めてチャンスが訪れました。さあダブルの攻撃、
さあジャパンプロレス得意のダブル攻撃、さあ思いっきりジェシーバーを捉えます。ちょっと失神状態、もう一回抱き起こして、さあここでリキラリアットが飛んだ、猛烈な勢いリキラリアット、そしてサソリ固め追い打ちをかけるハーリーレイス、後ろから後ろから来た、間に合いそうだ間に合いそうだ間に合いそうだ間に合った、今度はおっと左からのラリアットで長州力とジェシーバーを分断させます。さあいい勝負になってまいりました、熱を帯びてまいりました。山形大会終盤戦の好カード、八千代明が好フォロー、ハーリーレース外に回りました。なんとしてもこの試合負けたくない、そういう気構え、椅子を掴んだ長州力も椅子を掴んだ、そしてジェシーバーと八千代明だ、リング上4人の対決、おっと左からのラリアット、長州力元世界チャンピオン、ハリーレースの喉笛をつきました。さあ椅子を取って椅子を取って、ロフにはラッカー、ハリーレース目がけて思い切って椅子攻撃だ、椅子攻撃を見せます。そして今勝負の権利があるのはこちらですね、そうですね、ヤクヨセットジェシーパーでありますが、リング上での激しい戦い模様、さあ今ゴングは打ち鳴らされておりますが、どうやら椅子を持ち込んでの長州力とハリーレースの対決でありますので、非常に微妙な判定でありますが、さあ14分30秒今入りました、長州の反則負け、これは痛いですね。これは偉い事になりましたね。大変な星を落としてしまいました。ということはハーリーレースジェシーバーの反則勝ちということになりまして、長州力八千代明チーム、この山形の終盤戦で4点止まりということになりました。これは大変な番狂わせと言っていいんじゃないですか、山田さん。そうですね、私はこの相手からはですね、はい、少なくとも1点は取るんではないかと、はい、考えていましたけども、全くの0点ですからね、これは痛いですね。もちろん得点が非常に大事なこのリーグ戦でありますので、長州力ここで得点を失っておりますので、激しい機動りを見せまして、ハーリーレースそれからジェシーバーとまだまだやり合っております。さあ放送席の目前、選手が全部出ました。そしてリングの中は長州力リングの中、八千代明もリングの中でありますけれども、得点に至りません、反則負けを喫しました。長州力それから八千代明、激しい機動り、そしてハーリーレースとジェシーバー、馬場さんちょっと解説してもらいたいんですけども、ハリーレースジェシーバーのやはりインサイドワークの勝利だったんですかね。そうですね、やっぱり長州八つをですね、やっぱ抑えに行くことは無理だということを計算してですね、はい、まあ、リングアウトか反則勝ちかというやっぱり計算するでしょうね。なるほど、そうですか。やっぱ僕らもね、10分過ぎてこれはダメだと思えばね、やっぱりなんとか勝つ方法を考えますからね。長州が今、はい、やっぱりハリーレースを随分意識しましてね、ハリーレースにどんどん向かっていきましたよね。長州それをやっぱりジェシーバーに向かっていけばよかったと思うんですよね。そうですね、長州八つ4点止まりでありますけれども、来週放送日本武道館の優勝戦はハンセン・デビアストでやりますが、今のリキー・ラリアットのビデオテープが出ました。これは一発当たっておりますけれども、勝負を失いました。リキー・ラリアットが当たってても勝負を失ったんですからね、山田さん。そうですね、せっかくね、あれジェシーバーにいい技を決めたんですが、はい、実らなかったですね。長州八つ4点止まり、反則負けでハリーレースジェシーバー組にやられました。最後の優勝戦はハンセン・デビアスであります。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は山形県体育館から山形放送の制作協力で全国35局をネットして実況生中継でお送りしています。